川崎忠史光安永7年4月18日は、江戸幕府の旗本、大官。通称、市野神。農政会や大官として活躍した川崎貞高の子で、母は佐藤氏の娘。妻は辻六郎座江門富の森の娘で、5妻は本田清兵衛マッサーキの娘。同じく大官となった川崎忠康の父。法暦4年11月25日。 将軍、徳川家重に、初の埋め見えをする。明和元年ウルるう12月14日から、父、定高の職務の見習いを始める。同4年4月21日、岩見国の銀山支配を司る、第32大木大官となり、新規に150票を救される。父、平門定高の銀山救済策を受け継ぎ、貸付利倍の方を取って、銀山の自力回復を図る。 同六年、岩見銀山支配検体のまま、欧州の半田大官を務める。安永七年四月十八日、死去、去年五十。法名は、常禅で、改名は、青竹因伝新創常禅古寺。朝禅寺に葬られる。府中郷土の森博物館、大官川崎平英門ブックレット十、六十七ページ。 ABCDEFGH 新定期完成重修諸課府第二十二、二百十七から二百十八ページ。ABCDE 川崎一の新定営渡辺則彦大館川崎平門の辞席三十五から百三十六ページ。渡辺則彦大館川崎平門の辞席五十九ページ。村上忠志江戸幕府の大館軍像同性者。 107から108ページ。川崎市の新村上正皇帝江戸幕府軍内大官資料集、近藤出版社、408ページ。平衛門の施策、大官所主導府中京都の森博物館、大官川崎平衛門ブックレット10、55ページ。銀山の地方支配は除く。渡辺則彦、大官、川崎平衛門の辞席、136ページ。 155ページ、160ページ、162ページ。岩見銀山と川崎三大府中郷土の森博物館、大館川崎平衛門ブックレット10、59ページ。川崎一の新村上正史皇帝、江戸幕府軍内大館資料集、近藤出版社、408ページ。ありがとうございます。